ートチャンネルロボマとロボパとロボマとタケルとタケルとワタルくんが入院してから約1週間が経ちました。前3日目か4日目ぐらいの夜にビデオ通話してワタルくんが明日絶対退院しますって言ってたんですけど、ロボ家の日常っていうチャンネルの方を見てくださってる方はもうご存知だと思うんですが、その日は結局退院できなくってすごく落ち込んでました。でその次の日も退院できませんでした。そしてまあ約1週間経ったわけですけど、わたるくんは退院しました。全然退院しました。散々よ長かったな。注射中刺されまくってマジで私もう注射の後ダービーになってたんてやな。通学の許可も病院から降りてるのでチケットは一回変更してるんだけど、その変更した日程通りでは行けそうです。アゲルはもう完全に治ったな。うん、え、治ったんですか。一応出よう。あ、そう、完全に。でも現在でいいよ。ほぼ完全に治ってる。二人とものどかぜって言って最初は診断されてて、わたるがひどくなったからレントゲンしたりとか血液検査とかしたからマイコプラズマやっていうことが分かったんやけど、タケルはまあ結局レントゲンは取ったけど肺炎じゃなかったから特に検査してなくて、診断的にはのどかぜのまま終わってるけど、まあ同じマイコプラズマの可能性が高いからマイコプラズマ用の薬ももらってそれを途中から飲んだっていう形なんですけど、検査してないからマイコプラズマやと思ってないけどマイコプラズマの人って結構おるよな絶対。まあ、ほんまに肺炎とかになってそうめちゃくちゃひどくならん限りは検査をしないからわからないまま多分過ごしてる人だけど、自然と治ってくるそうただその咳が結構長く続いたりとかする病気やから、ただの風邪にしては高熱が出たとかその後咳も続くしとかそういうのがあったらもしかしたらマイコプラズマかもしれません。病院の先生曰くマイコプラズマっていう診断結果が出た患者さんが最近ちょこちょこおるからもしかしたら流行っとんのかなみたいな感じのこと言ってたから流行っとんかもしれない。なので皆さんも気をつけてください。流行っとるというわけで我が家復活したのでフィリピン行ってきます。行ってきます。最後まで見てくれてありがとう。他の動画も見てね。